こんにちは、小野田さん。そして吉谷さんももしかしたら見てくださってるかもしれませんね。小野田さん、なんか動画本当ありがとうございます。なんかね、やっぱりね、嬉しいですよね。吉谷さんに、小野田さん変わってないですねって言われたの、その気持ちよくわかるんですよ。で、小野田さん、私から見ても同じように、もちろん変わった部分もたくさんあるんですよ。すごく進化されたと思いますけども、でもね、あ、小野田さんだっていう感じで、本当にほっとしてますし、安心してますし、やっぱね、何をやってもね、小野田さんは私の憧れなんですよ、うん、そして多くの速稼塾じゃないや、土屋塾の塾生のね、憧れでありモデルだと思いますよ、まあ、土屋さんも小野田さんみたいな方が塾内にいらっしゃることね、すごく鼻が高いんじゃないかなと思います。本当は羨ましいなと思いますね。で、私も土屋さんと同じ広島ということで、まあ結構ね、取り立ててくれるところもあるのかもしれませんけども、引き立ててくれたりとかね。でもやっぱり私もね、同じ広島県っていうことだけでおんぶに抱っこするつもりはなくって、一日も早く大きな成果を出して、土屋さんがあっちこっちでね、広島にはこういう人がいるんだよっていうふうに噂してくれるっていうのが最大の恩返しだと思うんですよ。私が何の成果も出さずにくすぶっていることは、結局誰も喜ばないって思ったんで、そういうのも込みでね、小野田さんの背中も追いかけながら、まあ吉谷さんにも負けないように今までね、ビジネスで稼ぎ続けてるってことと、私はこのね、新しい隠居ブランディングってやつを確立して、今5年ぐらいになりますけども、やっぱりね、隠居できてるなっていうところはあります。ただやっぱり隠居ってのは、社会から離れてね、本当にこっそり暮らしてるみたいなイメージがありますけども、私の場合は、隠居ですよ、もう引きこもってますよっていうアピールをしてますんで、結局、隠居ビジネスなんですよね。まあけどね、なんと言いますかね、私がこういうふうに新しい自分なりの立ち位置を設けられたのも、土屋塾に入ったからだし、それから多くの方とバッティングしないように、自分の進む道、自分で考えたビジネスってのは何だろうっていうふうに模索しながらにやってました。で、結局、有料コンテンツを販売して、そこで利益を上げていくって形は変わらないんですけども、見せ方ですよね。私は当時、与沢翼さんがフリーエージェントスタイルの例のね、納税事件をきっかけに、シンガポールに移って、そしてドバイに行ってっていうところを見ながら、途中からね、与沢翼さんの人生をベンチマークするようになったんですよ。で、そこで与沢さんが言ったのは、街を離れて一人になっていく、孤独になっていくっていう、そんなねテーマだったと思うんですよ。そして孤独になるためには、やっぱり投資をね、身につけないといけないかなっていうことで FX を始めたっていうのを見たんですよ。で、私もそれまではビジネスをガンガンやっていたんですけども、いつかどこかでね、元金を作ったら投資の世界に行って利回りとか配当でやっていく形を取らなければ、結局はお金持ちになれないし、ビジネスの世界で、本当に戦い続けなくちゃいけないっていうことを思ったんですよ。そして私、ビジネスが別に嫌いではないんですけども、これから自分の家族ができるってことを考えると、一生懸命ビジネスをやる姿も見せた方がいいと思いますけども、ただね、忙しくって家族と過ごす時間がないっていうのは絶対避けたかったんですよ。まあ、ですので私は投資に、まあ、フルスイングするようにしましたね。まさに2017年、私は広島市内を離れてですね、店舗も全部閉店して、社員とも別れてですね、家族を引き連れて、家族って言ってもね、奥さん一人なんですけども、今いる町に越してきました。そしてそこで一戸建てを購入して、すべて町でできた借金もきれいにして、税金も全部払って、払い続けていると全くお金なくなりました。で、しまいには車の維持もできなくなったんで、車をね、廃車 .com でセルフバックで、まあ、5000円でね、売ったわけなんですよ。そっからも再スタートで、まあ、移動手段はね、原付をその時買って、それでとことこ移動しました。で、その中で、隠居ブランディングってのを思いついたわけなんですよね。それは与沢さんがシンガポールに行って、もう完全にね、家族だけがマストみたいな生き方をして、投資でお金を積んでいく。そしてその姿を見せることによって、投資スクールをやるっていう形を見たのにヒントを得たんですよ。で、私も速稼塾の販売をしながらだったんですけども、YouTube の発信はしつつもですね、しつつも暗号通貨を中心とする、まあ、投資の利益で2017年からはやっていくようになりました。そして投資の利益を得ていることを、まあ、アピールすることによって、同じようなね、商品を、まあ、同時にそれは速稼塾の塾生を増やすことにもなったわけなんですけども、2017年から2018年にかけて、私のチャンネル登録者 YouTube のね、もう、まあ、1万人を迫る勢いになったりとか、あとは塾生さんも、すいませんメモリーが切れまくるんですよね。デジカメで撮ってるとやっぱり良くないですね。温度が上がるんでしょうね。
まあそうやってね、2017年、2018年は、私のオウンドメディアにものすごく人が集まってきてくれたところでもあったんですよ。それこそ47都道府県に塾生ができた記念すべき年でありましたし、2018年、2019年は47都道府県に全部の、ね、都道府県に私が自ら出向いてですね、400人以上の塾生さんにお会いしてきました。そして全国各地つつうらうら行くことによって新しい塾生さんもできたりね、中には海外の方からもなんかね、塾生さんができてきて、結局アフリカ大陸以外に今は速稼塾の塾生さんがいるような状態ですよね。まあ、ですので感染症が2019年、2020年と続いてるわけなんですけども、その時にもいち早く世界から現地の情報が届いてきて、冷静な分析ができたのはちょっと記憶に新しいところだなと思いますね。ただ冷静に分析できたかというとそうではなくて、今振り返ってみるとやっぱりね、めちゃくちゃ主観にまみれたの情報だったかなと思いますよね。まあでもそれも貴重な情報源ですから、どういうふうに考えていくかってことの参考になったかなと思います。さあ、そういうふうな形で速稼塾は隠居ブランディングをもとにですね、今でも続いてるわけなんですけども、でもやっぱりね、憧れのその小野田さんがいつでも YouTube で発信していたりとか、 Facebook でもうどん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 出ていったりね、時にはね、なんかアウトレイジみたいなポスターがドーンと出てきて、うわこれはみたいなことを思ったんですけども、でもやっぱりね、なんかこう嬉しかったのは嬉しかったですね。いつもその小野田さんみたいな方があっちこっちで、まあいわゆるね、目立っている状態っていうのは私のやっぱりね、憧れであり誇りになりました。そしてある時にウォートークンっていうものをきっかけにですね、花屋龍馬さんって方との、まあ、出会いもあったわけなんですよね。でやっぱり小野田さんが今こうして私の動画を見てくださったり返信をしてくださったりする中で、一番最初にね、小野田さん一緒に飲んだビール、あの時に関わったいろんな方が今どうしてるのか分かりませんけども、少なくとも小野田さんはこうやって目の前にいてくださってね、吉谷さんもそこにいてみたいな感じで、本当にね、いい人と縁ができたなと。で私の方こそ小野田さんに恥ずかしくないような人間に慣れているだろうかとかね、小野田さんが広島にこんなやつがいるんだよっていうふうに誇れるような友人であるだろうかとかね、本当に自問自答するような日々だったんです。私は見栄を張ることにはもうすでにね、縁を切ったんですけども、小野田さんに対してとかね、吉田さんに対してはもうちょっと見栄を張っていたいんですよ。というのが、やっぱ変なやつでありたいですし、私の知らないところで噂される人間でもありたいですし、で今回みたいにね、ちょっと久保さんをびっくりさせてあげようみたいなサプライズを仕掛けられたりとかね、すごく嬉しかったですよね。特に吉谷さんが小野田さんのところにビューンと行って撮影してビューンと帰ってきたみたいなことがあったのかなと思ったら、いや本当にやってくれたなと思いますよ。もう私ね、頭の中をこんがらがっちゃって、小野田さんのところに吉谷さんが行ったのってフェイクだったんでしょと思ったら実際行ってるみたいなね、どっちやねんみたいな、なんか水曜日のダウンタウンの本当ドッキリをかまされてるような感じがしてね、非常にねワクワクしましたよね。だからこういう風なちょっといじくられるようなキャラクターでもいたいと思いますし、私みたいにね、いい年をしてね、50前にしてまだこんなことをやってると、そんなね、バカみたいなやつがいるぞみたいなところに、小野田さんは私よりも先にそういうね、面白いことをいっぱいやってるってことで、本当にね、お手本であり見本であり憧れですよね。小野田さんすごいなと思いますよ。で瞬間風速月収1億でしょ。まあもう本当にね、私もね、月収1000万とかはね、この世界に入って何度か経験したんですけども、1億とか言ってもうね、考えられないですよ。なんでやねんと思いますよ。すごい、もう遠慮なくね、焼肉をおごってもらって、ヘアセットをねお願いして、そして服もね新調してもらおうかなというってことでございますんで、来年はね、なんかね、土屋塾リターンズが本当にできるといいなと思ってます。そういえばネットビジネスサミットで本当にお世話になりました。すごい吉谷さんもいましたしね、お父さんもいらっしゃいましたし、私が見たかったもう全てがそこにあったかなと思いますね。なんかね、小野田さんは生い立ちがすごくいろいろと思うところがあったんですけども、なんかあれですよね、テレビによく出てくる橋本弁護士、橋本元義っているじゃないですか。確かね、あの方も母子家庭で、で苦学のもと弁護士になってですね、そっからタレント業みたいなこともしたり、コメンテーターみたいなことをしたり、で知事をやって市長をやって、すごいですよね。
もうそのスピード感が。で、トークがものすごく面白い、橋本さんは。で、小野崎さんもトークが面白いんで、1時間ぐらいの動画なんてね、ペロって終わっちゃうんですよ、私は。だから誰かの動画を見るかって言ったら私見ないんですけども、小野崎さんの動画ね、こうやって私のサムネイルで上げられてくるとやっぱ見るじゃないですか。いや見ちゃいますよ、本当に。でしかも話の内容も面白いし勉強になるし、これからも多くの人にいろんな感動を与えていくんだなと思ったら、ちょっと負けず嫌いの私はね、絶対に小野崎さんに置いてかれないようにしようぜっていうふうに思っちゃうんですよね。で最近はね、やっぱり私あの家族に対してものすごくこう感動してるんですよね、その存在に対してとかね。だから大事にしていきたいなと思いますし、あの自分が命を捨てて守れるものがねあるっていうのはこういうことなんだなと思いました。あのそれまで私はね、自分一人の人生だから知ったこっちゃないみたいな考えだったんですよ。だから借金がいくら積み重なっても問題ないと思ってましたし、うだつの上がらない自分を恥じることもなかったんですけども、今はやっぱりね、家族にとって最高の旦那であり最高のお父ちゃんでいたいなと思いますんで、やっぱ若々しくもいたいですしね、素晴らしい友人も、うん、その縁をね大切にしたいと思いますしね。なんかね、いいですね。いや世の中いろいろと不幸なことが起きますけども、でも歯を食いしばって、そして時にはね笑顔で痩せ我慢で乗り切っていきたいなと思います。なんかその昭和の頃のスタンダードな幸せモデルっていうのを私はね今ね結構やってるんじゃないかなと思うんですよ。でしかも私にはそれがね向いてますね。なんかね、家族を中心に回っていく世界、狭いながらも楽しい我が家みたいなね、まあちょっと狭くはないんでね、変な言い方になりますけども、そしてお父さんは家族を大切にして、あの奥さんをね尊重してね、手をつないでいつまでも歩んでいくみたいなね、うん、私はそれが向いてましたね、昭和の頃のモデルケース、モデルファミリーっていうのがね。ということでね、私のことばかり話してしまいましたけども、小野崎さんに愛を込めて今回の動画も見ていただきましてありがとうございました。2018年じゃないや、来年会いましょうね。よろしくお願いします。